はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は This is a Police 78日目、プレイの方をしていきたいと思います。新聞の方ですね、歯科医の犠牲者年齢層が上昇、惨殺されたマリア・カミラ、視聴者に長年勤めていた、殺人鬼に絞殺された45歳の視聴者職員ということで、これマリア・カミラのことですね。あとはいつものわけのわからないメモですが、捨てる神あれば拾う神あり、わからないな。結局ヒントのメモがヒントになってないんですよね。ケネディは二日酔いか、二日酔いだと事故るからね、帰らせましょう。ベイカーも二日酔いか、帰らせるか、しょうがないね。で袖章ですが、袖章はどうしようかな。売った後に今後頑張ってもらいたいという意味から売った後につけますか。そしたら180日のうちのまだ半分も来てはいないんですけど、お金が全然たまってないんですよね。でこれは自動小銃を売った金、いや宝石を売った金か。 50% シェアしても6000円入ってくるね。で3度からの依頼か、久しぶりだね。ジャック、今日の15時にビジネスセンターでちょっとした用事がある。札の邪魔が入らないようにお膳立てしてくれ。お礼は1000か、1000は少ないよな。まあ、15時覚えておきましょう。おっと、ジャック、今日は葬儀の手配に忙しい、すべてを穏やかかつ丁寧に行いたい、3人の警官がいれば安心だと。3人も警官出すのか、厳しいけど、まあ、出すか。残り4人で頑張んなきゃいけないんだね。となるとあの二日酔いの2人、もったいなかったな。二日酔いの2人、この3度の依頼に出してもよかったですね。まああの時点では分かるはずもないので仕方がないですが、ここまで事件はないね。公然わいせつです。ビーチで全裸になって日光浴をしている若い女がいる、素晴らしいことですね、とビオラ・コリーから警察に通報。ここには孫たちと来ているのよ、それなのに大股を開いている女がいるなんて恥知らずもいいところ、今すぐ何とかしてちょうだい。いや素晴らしいとしか言いようがないけどな。ここはまあ女性を出しますか、ゴーティーに行ってもらいましょう。まあ、無視してもいいレベルの話かなとは思うんですけどね。ヌーディストビーチだったらね、全く問題ないですからね。さあ殺人未遂の方です。ギャラリーのオーナーから彼女の展示物を設置した業者について苦情、ふとした言葉をかけただけなのにその男は連続殺人犯かのような目つきで私を睨んだ、絶対に司会を。これはもうガセネタ決定です、スルーしましょう。司会の顔ってだって割れてないはずですからね。顔が割れてればね、もう少し捜査も進展があると思うんですが。さあ今日は事件が本当に少なくていいですね、まったり過ごせてます。で3度から、まあ連絡になった15時がもう少しで迫ってきますが、事件の内容を見て決めますか。聖ヨハネ病院の方の、内容はクリストファー・ローズの見舞いで病院にやってきた訪問者の男が面会時間を過ぎていたために中に入れなかった、男は激怒して看護婦を殴った。いや看護婦を殴っちゃダメだよね。僕はあのこの前人間ドックに行ったんですよ。あの35歳以上は人間ドックを受けることになっていて、で人間ドックに行ったんですけど、あの特に採血をしてくれた看護師さんがすごくね可愛くて、素晴らしかったんですけどね。人間ドックでいろいろ検査をしたんですけど、おっと立て続けに事件ですね。器物破損、環境保護主義者の集団が毛皮の店に集まり窓に向かって石を投げ始めた。ダメだよねこういうのは。おっと出た出た、2人で行けって言ってるのにいるんですよ、3人じゃないと行かない人たちが。で聖ヨハネ病院の方ですが、傷だらけの手をした男が緊急治療室に入ってきた、
彼は家でドリルを使っていて手を負傷してしまったと言っていたけれど、そんなことを信じない。歯科医にすごく似ている。これもガセネタだね。で、人間ドックで内視鏡検査を受けたんですけど、初めて内視鏡を受けたんですね。まあ、いわゆる胃カメラなんですけど、で、全身麻酔、眠り薬を飲んでやるやつなんですけど、うっすらと最後の方意識があって、やっぱりね、苦しかったっていう思いがちょっと今でもね、残ってますね。また来年受けなきゃいけないんですけど。さて、聖ヨハネ病院の方ですが、容疑者は逮捕されたが、患者に会う権利はあると継続して主張。私の兄弟だと。今週、今週末まで持たないかもしれない。とにかく面会させてくれと。どうしようかな。手錠を外して兄弟との面会を許可する。そして面会後に再度手錠をかける。美容室での面会を許可するが、手錠を外さない。男を警察に連行する。まあね、僕だったら手錠を外して兄弟との面会を許可するっていうのにしてあげたいですよね。だって見舞いに来た兄弟が手錠されてたらちょっと悲しいですよね。まあ、逃げられたら目も当てられないですが、大丈夫ですね。今日はかなり穏やかに進んでるけどな。器物破損の方はただ手こずってるかな。客と従業員たちが続々と店から走って出てきている。警備員は抗議者たちの説得に当たっている。抗議者の一人が火炎瓶を割れた窓から投げ入れると、瞬く間にコートに火がついたと。まあ、消防隊を呼ぶか、動いたらひどい目に遭うぞというか、無傷のコードを盗んで親戚にプレゼントするか。いや、これはあれだな。消防隊を呼んで抗議者たちを警棒で攻撃しましょう。もうすでに暴徒化してますからね。で、続いてファンサンドから連絡が来てます。1000ドルはちょっと少ないけどね。暴行事件の方はまあしょうがないね。市民に死亡者が出てるか、ちょっとまずかったかな。サッカースタジアムの方での集団暴動。ポップスターであるアラナ・モラエスはコンサート会場にたどり着けないでいる。彼女の乗ったバスは興奮したファンたちに取り囲まれてしまったのだ。彼女のマネージャーはファンたちからアラナに危害を加えないか心配している。急いでこの事態を収拾してくれないか。私たちの警備だけではもう手に負えないんだと。マネージャーからの通報ですね。じゃあここはウッダード・パワーズ、さらに、護送車を出しましょう。1000ドルだったらちょっと、サンドの依頼断ってもよかったかもしれないな。安すぎますよね。1000ドルって10万円ですよね。10万円で市民1人が死亡か。さあ、今日はこのまま事件なく終わってほしいけど。集団暴動の方の報告ですね。逮捕していますというところになります。このまま行ってほしいけどどうかな。大丈夫そうですかね。24時をもうすぐ回るというところですが、今日は事件は本当に少ないですね。新しい写真は見つかっていないと。二重殺人の方も新しい写真はないか。窃盗の方も新しい写真はない。今日はちょっと全然視界の動きもないし、事件自体も少なかったですかね。じゃあ勤務を終了していきます。はい、というわけで78日目、お届けいたしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続き、79日目プレイしていきたいと思いますので、引き続きご覧いただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで今回はここまでにします。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で
動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。